DOHC, DOHC, DOHC DO とは、ダブルオーバーヘッドカムシャフト、ダブルオーバーヘッドカムシャフトの略で、レシプロエンジンにおける吸排義弁機構の形式の一つ。シリンダーヘッドにおけるバルブの駆動について、吸気側と排気側で別々のカムシャフトを備えるものを指す。サイチシーに比べ、カムシャフト一本あたりの負荷が軽減される。 さらにロッカーアームを排して、カムによるバルブの引押しが可能となるため、高回転化、高出力化が容易である。サイチェジーなどと比べバルブの配置の自由度が高く、燃焼室形状も理想的なものに近づけることができ、高回転でもバルブタイミングがずれることが少なく、バルブタイミングを吸気側、排気側で別々に調整できるため、可変バルブタイミング機構とも相性が良いなど、 利点が多数あることから高性能エンジンの多くに採用されている。欠点としては部品点数が増える、カムシャフトが2本になるためシリンダーヘッドが大型化し、エンジン重心が高くなる、機構が複雑になり、コストがかかるといったものがある。バルブレイアウトは、吸気バルブと排気弁バルブがシリンダーの半円を境に対抗したクロスフロー型化、あるいは 吸気弁と排気弁を対角に配置した形などが選択可能である。1912年にエルネスト・アンリがフランスのプジョーのレーシングカーのために開発したのが最初であるとされるが、スペインのイスパノスイザーの設計者マルク・ビルキヒトによる着想を表説したという説もある。部品点数が多く機構が複雑であることから、1950年代以前は レーシングカーや高級スポーツカーに限定された技術であった。第二次世界大戦後、戦前から DOHC エンジンを積極的に手掛けてきたアルファロメオが量産に転じたほか、ヨーロッパや日本の大手自動車メーカーは従来の量産エンジンをもとにヘッド部分を DOHC 型に改造した高性能エンジンを開発、スポーツモデルに搭載して市場に送り出した。 日本で初めて DOHC エンジンを搭載した市販4輪自動車は1963年に発表された軽トラックのホンダ T360 である。この DOHC エンジンは高速走行性能を確保するために搭載されたものであり、T360 より遅れて開発が始まったスポーツ360には同エンジンにさらにチューンを加えたものが搭載されていた。その後、 にストローク機関のものが、数多く存在するオートバイにおいても、DOHC は広く、用されるようになった。日本のオートバイでは1965年に、ホンダ CB450、1972年には、川崎の輸出専用車種 Z1 などが、DOHC エンジンを搭載した。本来スポーツモデル向けの機構とみなされてきた、DOHC であるが、トヨタ自動車は、 吸排気効率を高めつつ、理想的な燃焼質形状を確保できる自由度の高さに着目し、少年ピカ、抵抗外化の手段として実用者向けの普及型 d o h c エンジン、配命活インカムを開発した。1986年8月以降、同社のガソリンエンジン乗用車のほとんどに採用された。また、軽自動車の分野では2001年5月以降には、 ズキのすべての軽自動車が2009年9月以降には、ダイハツのすべての軽自動車が、それぞれ DOHC エンジンを搭載するようになった。以来、量産型 DOHC エンジンは、世界の多くのメーカーに普及している。さらに、ディーゼルエンジンにも、DOHC を採用する例も散見される。ツインカム、ツイン CAM と呼ばれることもある。4輪では、トヨタと日産。 鈴木、ダイハツが、二輪では川崎が、この故障を採用している。ただし厳密には、ツインカムイコール DOHC ではない。これは、V 型エンジンや水平対抗エンジンなどの、シリンダーヘッドを二つ以上持つエンジンの場合、一つのシリンダーヘッドにはカムシャフトが一本すなち、サイチェシーと同等の機構であっても、エンジン全体で見ると、カムシャフトが二本以上になるためである。 もっとも、これを、ツインカムと称する例は、まずない。そうした誤解もあるためトヨタは、シリンダーヘッドが2つになる V 型の、DOHC エンジンに関しては、4CAM と称していた。例外的に、ハーレー・ダビッドソンは、自社のカムシャフトが2本の V 型に起動オフエンジンを、ツインカムと称している。これは、自社の従来のエンジンのカムシャフトが1本だったことから、 それらと区別するためである。表記はトヨタがツインカム24、4バルブ6気筒、ツインカム16、4バルブ4気筒、ツインカム20、5バルブ4気筒、日産はツインカム24バルブ、4バルブ6気筒、ツインカム16バルブ、4バルブ4気筒、ダイハツがツインカム -16V、4バルブ4気筒、ツインカム -12V、4バルブ3気筒となる。 また別名では、主に直列型エンジンが、ツイン CAM、V 型及び水平対向型エンジンが、それぞれフォー CAM などと呼ばれる。四ストロークエンジンにおいて、一つのシリンダーに三つ以上のバルブを持つことを言い、そのエンジンのことを、マルチバルブエンジンという。一部にサイチェシーやオフ、オフの場合は一部のオートバイあるいは産業用、農業機械用を含む一部のディーゼルエンジンの、 マルチバルブエンジンが存在するものの DOHC の方が普通であり、前述のプジョーの最初の DOHC エンジンも同時に最初のマルチバルブエンジンでもあった。両者は密接な関係にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。